間に合わないかと思った。なんか私顔が真っ白ね、なんかすごいよね。ちょっとなんかさ、変だよね。濃い。何もフィルターかけてないんだよね。多分この本当にコントラスト。ライトいつもと一緒だもん。なんかさ、もうちょっと青みがかってるよな。マシ？変わんないね。何この光本当に。どうしよう、このまま。あ、でも前髪の色がね、ちょっとピンク濃いのもあるかもしれない。もういい？このままでも。昨日綺麗だって。やだやだ、今日が汚いみたいに言わないで。なんだろうね。でもこれさ、どうします？なんかこれちょっと着替えてこようかな。ほんと、いや、気持ち悪いんだもん。何に着替えましょうか。私昨日、ちょっとこれに着替えてみます。ちょっと生着替え。買った？あ、買ったね。多分ボソボソやってた。大丈夫ですか？なんか違うね。まあ、いっか。もう治んなよ。こういう顔なんだよ。しかもまた選んだのがさ、このテカテカの服だしね。あ、でもピンクが濃くて可愛いですよ。優しい。ピンク天使、こんばんは。え、ごめんなさい、マイさん大丈夫ですよ。エリシナさん、こんばんは。カレンさん、こんばんは。どうしたんですか？久しぶりだけど。なんかね、私の色が、すごいライトが変だよねって話してたんです。なんか色がすごい変だった。フィルターかけてみたいな。今日ちゃんとね、一応起きてたんですけど、なんかバタバタしちゃって。ちゃんとなった？ちゃんとなってる。点呼ちゃんとできずにごめんなさい。ちょっと見ますね、誰がいるか。ベイピンポテトのようこさんでしょ。ポップルさん、こんばんは。さくらさん、こんばんは。ストロベリーさん、こんばんは。うん。アニマルランドさん、ミカちゃんさん。皆さんいらっしゃいます。あ、ベビージョアンさん、おはようございます。うさちゃん、もう大丈夫そうですね。昨日さ、最後、あ、ブルーバタフライさん、あ、私この間 YouTube の方にコメントありがとうございました。あ、レイコさん、こんばんは。変わった、変わった。ミヤさん、何が変わったんですか？あ、面白い。こういう、これはね、フォーエバーで今年の2月ぐらいに買ったやつですね。日本からもフォーエバー買えたの、買えた人いるかな、買えたかな。いただきます。やっぱ真っ黒着るとあんななっちゃうんだね。すごいね。チョコついてた。そうそう、昨日ね、昨日私最後めっちゃ興奮して喋ってたでしょ。で、顔にチョコレートついて話してたの、誰か気づいた人いました？ちなみに今日の貴族スイーツもね、もう昨日とあんま変わってない。でもちょっと変わってないから寂しいから、ちょっと今日は 1,2,3,4,5 種類持ってみました。アイリーさん、おはようございます。そう、昨日私最後ほっぺたにシルベーニュのチョコレートがついてて、なんで、そもそもなんでまだ手にチョコレートがついてたのかも謎なんだけど、確か、私があの、打ち入れ行くよっていう告知をした時に、エリヒナさんかな、多分。あ、じゃあ怖いって言ってて、で、その、それが面白くって、私が、怖いって言われてるよって、はははって笑ってる時に、こんな多分なんかこうやってやって、したらその後からここにね、ほんとほくろみたいにチョコレートついてて、だち、じゃあ皆さん明日もよろしくねって言って切ってから、なんか切って写ってる顔、なんかあれ、ほくろあったみたいな。で、見たらここにチョコレートついてて、うわ、はずっと思って、いつからついてたんだろうこのチョコレートは、なんでね、思ってたんですけどね。で、そうそう、そんで保存見返したら、保存誰か見た人いるかな、あの、なんだっけ、カクカクだっけ、カク、カタカタか、カタカタになってたじゃないですか、私があの、ベジータ石川くんとの下りを、あの、小田和正の下りを話してる時に。で、あれ、ちゃんと見れてたね、保存だとね。うん。全然気づかなかった。そう、めっちゃほっぺに、なんかこれ大丈夫。いや、そのおかげで面白くなったから大丈夫ですよ、エリヒナさん。うん。あの、皆さん全然ね、気にせずいろんなことコメントしてください。もう、本当に気まずいコメントとかだったら、なんか、多分きっと読まないとか、こう消すとかね、きっとするんで、全然大丈夫なんで気にせずくださいね。そう。私、今まで日本の方でいただいたコメントでなんか、やだ、こんなこと言われてるとか思ったこと一回もないでさ、正直。うん、やっと落ち着いたね。落ち着くまでに今日時間がかかった。エクボかと思って。いやいや、相当深いエクボだとしたら。うん、ミキミントさん、こんばんは。で、今日はちょっと、じゃあまずバービータイム行きますね。
ライブ中気がついたけどもう終わるからいいかって思ってました。そう、もうほんと最後だったしね、ラスト1分もなかったからね、うん、そう昨日面白かったね。昨日どなたかがコメント中にバービーの3サイズってみんな一緒ですかって書いてたので、その時昨日はねそれ話し始めたらいっぱい長くなるから話さなかったんだけど、でそれを話するついでに全部違うバービーいろいろ見せようと思って、でバービー本当のもう昔の昔は一番最初に出た時ね、オリジナルのモールド、もうほんと一つの型で始まってるんですけど、今はもうすごい何種類もあるんですよ。たまに言ってますけど、あの可動ボディ、こう腕がねいっぱい関節があって動くやつと、そんな動かないやつとかもあるんだけど、動かないやつでもこう片方だけ腕曲げてるやつとかいろいろパターンあるのね、うん、でそういうやってバービータイムポーズの違いだけでも何種類かあるんだけど、プラスアルファでここ何年ぐらい前かな、あれ4年ぐらい前かな、あのもう本当にもっと分かりやすくいろんな体型が出始めたんですよ。普通のオリジナルに加えて、カービィ、日本語だと何が一番いいかね、カービィの言葉にぴったりくるのって、ふくよかさんみたいなぽっちゃり系、うん、こうちょっとカーブのついたボディーで、あとプチ、ミニサイズ、ミニサイズちょっと背の小さい子で、あとはトール、背の高い子で、基本はその4種類なんですけど、でだからサイズもね、お洋服のサイズも微妙に違ってて、バービーとミネフジコは99、55、88って思ってる。バービーね、意外と、まあすっごい一番最初のはちょっとまた、もっとボンキュッボンかもしれないけど、私も80年代、90年、ああまあでもそれによるな。そんなにほど、最近のオリジナル、ボディのとかってそんなに言うほど胸大きくないですか？絶対バービー90ないなって思うんですよね、うん、ウエストはちゃんとなんかいい感じにフィットされてるけど、昔の方がこうなってたけど、今のオリジナルボディってそうでもないなって思うんですよね。 Anyway、 そう、あと背の高い子でしょ、でだから基本その4種類の、じゃあ大きく分けたらね、あるとして、私のミニミーね、こんなダボっとしたの着てるからあんまりいい例じゃないけどね、普通のオリジナルボディの身長で、まあ、体型で、ただ可動ボディにはしてあるんですね。いろいろポーズ撮って写真撮りたいから、うん、これと比べてじゃあカービィの子どんなかって言ったら、こんな感じね、身長はそんな変わんないんだけど、今のバービー昔に比べるとガリガリだと思う。あ、そうですかね、昔の方が私胸が大きい印象だから、でウエストが細い感じするから、昔の方がなんか凹凸あるかなって感じするんだけど、今の子の方がもうちょっと運動してそうな感じなのかなって思ってたけど、私のとか意外とね、メイドトゥムーブのとかってこの辺結構胸板厚い気がするの、結構この辺がパツパツの服着てるとパツパツになったりするの。足の太さもね、全然違う。太ももも全然違う。私は、動画とかの中でも着替えさせるとことあったらね、絶対バービーの裸は見せない。バービーのヌード見せないことにしてるんで、ここでも見せないですけど。そう。ぴったりしたらわかるかな。ほら、ここもね、結構幅が広いでしょ？そう。ふくよかさんなんですよ。だから、こういうルーズフィットなお洋服だったら、共有できるの、シェアできるんだけど、これとかもね、ワンピとかだったら。でも結構タイトなデザインのワンピとかは入らないんだよね。で、同じ服が共有できないって、いや、めちゃくちゃリアルじゃんって思うの、結構。リアルじゃない。で、ね、背の高い子が、これ。例えば。ね。違うでしょ？そんなに変わんないじゃんって思うかもしれないけど、実際に見ると、あー、やっぱ背高いねって感じ。うん。で、背の高い子は、基本幅とかはトップスとかは同じの着れるんだけど、この子今ロンスカ履いてるから分かんないけど、やっぱねミニのワンピとか着せるとちょっとツンツルテンになっちゃうの、うん、だから全部の洋服はやっぱ共有できなかったりする。服は入るんですけど背中のマジックテープがギリギリ止まるくらいで貧乏ちゃま状態なんです。すっごい分かる、ある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 、
ね、だからなんかギリギリ写真撮れてもずっとそのままにしとくのちょっとかわいそうかなみたいなね感じになったりするのね。で、あと一番最後は、背の低い子、この子ちょっと今靴履いてないけど、彼女とかプチの子とオリジナルで比べる方がすごい背の違いわかるよね。背低いよね。で、だって低い子と高い子と比べるとこんな違う、頭一つ分違う。この子ちょっとね、髪アフロの子だからあれだけど、いや、もっといい例持ってこいよって感じよね。うん、まあプチの子はまあオーバーサイズで着てる感じに見せれるから、まあまあ一応オリジナルの子と共有できるけど、だからね、いろんなのバリエーション出て面白い句もあるけど、服を同じのいろいろでこう回し着させたい気持ちからいくとちょっとね難点でもあったりする、コレクター的には。うん、わかる、この気持ち。可愛いけどね、いろいろいてね、うん、バリエーションがあって。で、なんかやっぱリアルに自分のミニミーリアルに近づけたい人とかはいいかもしれない。で、あとこれでもね、ヌード見せられないってなると違いがね、ちょっとね、服着た上からだと見せられ分かりづらいんだけど、これ最近出たボディタイプで身長オリジナルなんだけど、お腹がね痩せてないの、くびれてないの、見せたいな。あ、これ待って、私がこのバービーの下半身を握って、ちょっとだから私のお腹みたいな感じで、私のじゃあ例えばミニミーのお腹が見て、こう面白いよ、多分こんな感じでしょ。いい、ちょっとほらいい感じに腹筋割れてはないけど、ちゃんと左右へこんでていい感じじゃん、こんな感じで、ちょっとくびれててこんな感じね。なんだけど全然わかんないってこの子ほらお腹すごいリアルじゃない、人間っぽくない、この子のお腹人間っぽいっていうか超リアルでしょ。わかるかな、わかります。メルトゥミニミーちゃんはカービィカスタム、うん、ミニミー普通ですよ、普通普通、ほら普通普通のメイドトゥムーブ。まあそれなりに人形で別に遊んでた身からして思うけど、そんなこと思ったこと一回もないけどって思ったの。だって別に人形は人形って小さい時から分かってたし、別にそれをなんだろうな、お人形遊びしてもそれをじゃあなんだろう、こう痩せてるのが可愛いんだとかって思ったこと私は一回もなかったけど、どうですか皆さん、ありました？でもあるのかな、みんなどうなんだろう。でも私今でもそうだけど、やっぱりドールバービーを、私ほら他のドールはあんまり興味ないから、バービーしかブランドとしてね集めてないけど、ファッションとしてやっぱり見てるんだよね、どっちかってさ。だからそういう目で見たことがないのかもしれないけど、うん、アメリカでもずっとそれ言われてます。好きなものを極めてる姿勢がすごく好きです、私も好きなもの極めたいななんかね、極めようと思って極めてるわけでもないんですけどね、好きなものに没頭しがち、没頭しがちっていうか、逆に好きじゃないことできないんですよね、うん、お洋服だけを買うときにどの子用かは分かるんですか、表記されてますか。最近のは書いてあります、うん、最近のはね、右上に表があって、なんかそこに丸がついてます。分かります、分かります。子供の中みたい、そう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 、なんか私の中みたい。バービーにもぽっちゃりさんがいてほっとします。あ、そうなんだ。え、どうなんですかね、これは。だから日本であんまり言われた子言ってないよね、うん。でもアメリカではもうずっと長年論争されてるんですよね、その垂れてきたんですよね、うん、そのバービーの体型が非現実的だと、子供たちに悪影響だと。で、私はでもその論争を聞いた時に思ったのが、ちょっと真面目な話になるんですけど、じゃあそういうスタイルのいいお人形で小さい頃から遊んでました、そしてじゃあ高校生ぐらいからバービーずっと好きでした、でもバービーが別に私にそういうなんか女の子はこうでなきゃいけないんだよみたいな、体型ね、体型の見た目の話でこうでなきゃいけないんだよっていうメッセージを伝えてるって思ったことは一回もなくて、むしろ私がそういう容姿とかのプレッシャーを受けてきたのは人間でなくてリアルなモデルさんだったと思うんですよ。わかりますかね、私の言ってることって。なんか日本のメディアとかのそういうモデルさんとか女優さんとかの取り上げ方の方がよっぽど一般人の私からしたらそっちの方がプレッシャーだと思うんだけど、どうですかこれ、私なんかずれてますかね。だって結構ほらね、日本のメディアだったり、じゃあテレビの
でのそのじゃあモデルさん女優さんの取り上げ方とかって本当にもうなんかその人たちがすごい一番なんか素敵で、これが美のねあるべき形みたいな、これが美しい人みたいな取り上げ方するじゃないですか。だから私いやむしろプレッシャー受けてたとしたらそっちだけどなって、リアルなそのうん同じような見た目の女優とかモデルを使うそっちなんだけどなって思ったのね。でもそこもね、欧米はそこは今は進んできてると思うの。そのいろんな体型とかいろんな見た目のいろんな美の形のそういうモデルさんとか起用してるしね。実際日本そこは遅れてるよね、ちょっとね。アニマルナさん同感です。あ、わかりました、わかってくださった方がいらっしゃった。バービーと自分の体型を比べたりしたことはないな。だよね、そうだよね、外国人って感じで現実。そっか、まあ人種違うからっていうのもあるのかな。まあでもさ、リカちゃんもいたしね。うん、むしろリカちゃんなんかさもっと痩せてるじゃない、あの身長とかからいくとバランス的に。目とかも超でかいしさ、なんかあれだよね、日本人があの欲しいものを詰めたって感じはする。なんかそこはね、私はだからそんな風にバービー見てたことないから、その辺もね確かにね、アメリカ人とかのコレクターさんとはちょっと私は違うのかもしれない、なんか毛色が。うん、あとその子供の時に遊んでないからそういう小さい時の思い出がないっていうのとかも違うよね。うんうん、あるね。あとこの子とか気づきました、あのそばかす可愛いよね。わかんないか、ちょっとじゃなくて結構広い範囲でそばかすあるの。でもそれがちゃんとチャームポイントになってる。雑誌で見るモデルさんが基準でそこから外れてる自分はダメだからダイエットしなきゃって高校の頃。そうだよね、だから自分たちがさプレッシャー受けてたとしたらむしろそういうリアルなとこだよね、リアルな人間なんだけどって。いやだって私人形と人間の区別つくからって感じだったんでね。そうだよね、うん、アメリカよりもヨーロッパの方がさらに進んでるなって思うけれど、ヨーロッパのブランドの通販オンラインとかで買うときとかもう本当に体型いろんな方いらっしゃいますもんね、モデルさん。それはいいと思う。こんな感じでだから バービーいろんな体のタイプが今出てて、ドールとしてバービーが美しくて可愛くて好きだからそれで OK と思う。そう、私もそうなんですよね。だからもうお人形ってドールって分かってるからね。うん、だそこはなんかね、日本の方がその感覚ですよね。そのドール、バービーのことを捉えてる感覚は日本の方がすごく自然っていうか、あの、冷静ですけど、でもその女性に対する、特にね、まあ、男の方もプレッシャーあるんでしょうけど、いろいろ。特に女性に対する見た目の、いろんなそういうコメントのね、仕方とかは、うん、そこはもうちょっとジャパン頑張ろうって思うよね。思うよね。なんか、うん、ちょっと太ったとか絶対 NG ですからね、本当に、うん、特にアメリカ絶対ないよね、絶対言わない。うん、老けたねみたいなのとかね。それだけバービーが文化として昔から根付いてるってことなんですかね。うん、もうだってね61年ですもんね。なんかもう61年もそんな続いてるのって、まあおもちゃはおもちゃだけどもう完璧にカルチャーですよねとは思う。うん、で実際いろんなハイエンドなブランドとかがコラボしたがるしね。うん、うん、ちゃんとファッションアイコンとして認められてるなって感じもしますよね。で、昨日も見せたけどアーティストとか、あと最近はスポーツ選手とかのもいっぱい出してるし、もう確実になんかそのアメリカの有名人の一人だと思う。ちょっと太ったもちょっと痩せたも受けて、なんかそうちょっと痩せたもそうそうそう、痩せてるって言い方英語でいろいろあるけど、シンとかスキニーとかいろいろあるけど、スキニーもね、あの人によってはてかあんまりねポジティブな痩せてるの意味じゃないんだよね、スキニーって。実はあれよ、日本語で言うとあのほら骨川すじ子さんみたいな感じ、多分ガリッガリってことだよね。だからそれあんまり言われて嬉しくない人もアメリカにはいっぱいいるから、だから痩せてるで褒め言葉としてなんか使いたかったら、でもフィットだとね、あの運動しててこう健康的に痩せてる感じだけどね。私はもうそうそう散々その顔がでかい問題だけど私本当に小学校中学校高校はまああれかさすがになかったか、でもずっとその
顔がでかい言われてきたから、もうずっとそれがコンプレックスだったけど、本当アメリカで高2で留学した時に顔がでかいっていうのがアメリカの美的感覚になくって、全くそれで吹っ切れましたね。あーなんだ日本だけじゃんそんな気にしてんのって思ったら、うん、で、あのそれは結構ねアメリカ人女の子あれガールズトークしたするとあるあるなんですけど、いいな顔ちっちゃくて可愛くていいなってこっちの女の子に言うと、みんな本当にね、どういうことどういうことって言うの。顔がちっちゃいから、え、なんでそれが可愛いってなるの、本当に意味がわからない、うん、その価値観がないから。で説明するのいつも、いや日本でそれもあれよね、日中韓だよね、あのアジアの中でももうちょいヨーロッパ寄りになってくると顔が小さいイコール綺麗感覚がないもなくなってくるよね。でもタイの女の子とかでもそうな気がする。そんなこと気にしてなかったな、気にしてないなみんな、うん、日中韓だよね、では顔が小さいってものすごい褒め言葉なんだよって言うと、へーみたいな感じ、みんななんかへーって感じよね、なんかそれの何が可愛いんだろうみたいな、うん、むしろアメリカの人整形して入れるからね、だからみんな言うの、だからえーってうちらわざわざ顔大きくしてんだよこの辺とか言って、日本で自分の体型がすごくコンプレックスだったんですけど、アメリカに行った時は全く気になかった、うん、わかるわかる日本のさぽっちゃりさんなんてさ、ぽっちゃりって言われるぐらいなんてさ、こっちではねぽっちゃりじゃないからね。ただ私 LA にいると、LA はアメリカの中でもやっぱり、太ってる人が少ない、うん、です、すごい少ない。お友達お客さんとかでも、もうほんとスーパーモデルみたいな体型の人超いっぱいいるし、でもだからってじゃあなんかこうプレッシャーになるって言ったらそれもないよね、だって別になんかそれで言ってくる人がやっぱいないから、うん。でもそれってやっぱりメディアの伝え方かな、だってさそこで発信されてなかったら思わなくない、普通に生きてて雑誌とかね、なんか日本はやっぱりその流行りの顔とかもすごいあったりするじゃん、なんかこういうの可愛いっていうね。痩せたねは必ずしも褒め言葉じゃないですよね、太れなくて悩んでる人が周りに結構います。日本でもそっかいるのか、そうだよね。でもそういうのってさ、あの話の取っかかりとしてさ言ってたことあったなと思って、日本いた時とか特に、でももう言わないよね、なんかね、うん、何がどんな一言が人を傷つけるか分かんないからね、うん。でもね本当この年になるとそのね、あの顔でかい問題とかそのもの悩んでも仕方ないことはもう諦めてくるからね、いい意味で開き直れてくるから、うん、気にしないけど。でもなんかね今日特に恋バナ系の質問はね今いただいてなかったんでね、なんか恋愛話はなんかいや今ちょっとすることないかなと思って、 あと昨日バービーの何フェチですかっていうのを聞かれて、私でもねバービーのあのエクボ好きかもエクボある系のバービー好き、でも口は開いてるのも閉じてるのもそれぞれ好きな顔あるけどね、うん、あんまりこうシャープな顔立ちのよりもちょっと可愛い系の顔立ちの方が好きかな、やっぱり。入り直した、入り直った。昨日さあのカタカタ問題さ、やっぱさ保存大丈夫だったからなんか日本のやっぱり電波が悪かったのかなって思ったね。前に遠距離恋愛したことありますかって質問者さんいましたが、今日なんかうん、いらっしゃらないと思いますね。うん、でも私ね遠距離恋愛ねしたことないけど考えちゃうんだよね、私やっぱサソリ座で嫉妬深いから向かないと思うんだよねあの昔よりかはねだいぶマシになったけどね、うん、昔はかなり危なかったけど私もコンプレックスあったんですけど、アメリカ人は容姿のこと一切言われないって聞いてからなんか吹っ切れて前向きになりました。人の容姿にケツつけたやつなんてくだらねえと思うようになりました。いやほんとそう、ほんとそう、うん、なんかなんだろうな、いろんなことなんか言われてもそれはこっちの問題じゃなくって、そういう人のことを言ってるその人の問題、うん、人の容姿にそんなこと言うメンタルとそんな暇な時間があるその方の問題だからね、こっちは気にしなくていい。あともう一個バービーでフェチっていうか割と私は気にしてしまうところ、気にするいつも気にするポイントがね、リップかも。メイクの中でも私リップの色とか一番気にしてるかも。いつもペイントの種類によってマットに見せたりグロッシーに見せたりとかもできるんだけど、色ももちろん違うけど描き方でね分厚さとか違うのも、私はリップカラーとかすごいいつも気になるんですよね。
アイシャドウよりもリップが気になるかな。ネイルと合わせてるのも可愛いしね。貴族のみんなが LA に行くことがあったら紹介したいところはどこですか？いっぱいあるけど、私あのね、 LA ってね、ちょっとニューヨークとか他の観光地と違うのが、なんかここに行けばいいみたいなスポットが少ないの。いわゆる観光地みたいなところが少なくって、ほんと少ない。なんかニューヨークとかいっぱいあるじゃん、 LA 少ないんだよね。なんかこうエリアエリアで面白いところはあるんだけど、じゃあ何を見たらいいみたいなのが意外と少なくって、だからなんかそういうとこだけ行って写真撮ったらなんか旅行した気分になる人とかは逆に物足りないと思うの。なんかこう自分でなんか違う場所行ってどこでも楽しめる人、何でも楽しめる人はすっごい楽しいと思う。なんか LA ってこの街にいることがいる自体がすごく楽しいところなの。いる人とか、なんていうのかな、人見てるだけでも私自分楽しいけどね、いたら何か事件起こるところだからねうん。だから1週間とかだと結構分かりづらいかもしれない。住んでないとここの楽しさ分かんないところも結構あるかな。なんか私おしゃれなとこに行けば楽しいとかがない人だからさ、なんかおしゃれなとこ行って写真撮ったら満足みたいなのがあんまないから、インスタとか自分もやってるけど、でもなんか別にそのインスタ用におしゃれな生活見せたいとかないからさ、だってご飯も日本の方が美味しいしね。でもここじゃないと食べれないものも確かにある、いっぱいある。あといろんな国の料理がいっぱいあるのもすごい LA らしいかもしれない。何人でもいるからね。ピンク巻き寿司作って朝さんを料理してピンクのお寿司ね、結構ずっと考えてるの。でも巻き寿司するとなるとさ、なんか可愛い柄を出したいなって思うじゃない。それがね、だからお寿司ずっとちょっと保留してるんですよね。 LA は住みやすいってことですね。私ね、この話ちょっと今日もうあれか、でない時間足りないかな、ちょっと時間ギリギリまでしたいけど、 LA 女の子一人で住むなら大変、本当に必死にさ、なんとか自分で一人でやってこうってさ、もがいてさ、仕事ばっかしてる子に限って遊びに行けない、で要は出会いも少ない、彼氏できない、でずっと一人で頑張っていくじゃない。でもね、お金とかやっぱすごい厳しいの、こっちで一人で住んでくって、しかも日本人が。でやっぱりみんな、じゃあ学生ビザ切れる時にもう帰るみたいな子はねいっぱいいる。でなんかこう頑張ってきた、一人でなんとかやるぞって思ってた真面目な子とかに限ってお友達ね、帰んなきゃいけなかったりとかして、すごいいっぱい見てるそういうの。でビザとかそのグリーンカードもだからすごい、まあそれで苦労してたけど、で結局、抽選で当たって住めるようになったけどって子とかは、一人の子はね多いかな。ずっとやっぱりなんだかんだ余裕があって住めてるのはみんな彼氏とかでと住んでたり、あとはまあ結婚して、旦那さんがいたりとかだよね。それは一人で住むのはほんと大変。お金もちろんそうだけど、まず家賃が高い。まず家賃が高いし、で、LA で車を維持するのってものすごく大変。すっごいお金かかるし、トラブルもものすごい多いから、ぼーっとすることが良さそうですね。そうね、一人で住むのこっち大変ね。参考になります。来月1月学生ビザで行く予定。ああそうなんですね、そうなんですね。だからね、あとはそうね、お金に余裕がある方が心にも余裕が生まれると思いますあの来てみなきゃ分かんないこと多分ものすごくいっぱいあると思う。私も来る前知らなかったことだらけだったなんだけど、私もね結構いろんな恋バナとか本当にやばいこととか本当に面白いこととかってここで言えないのよって言えないことがすごいいっぱいあって、これ貴族の皆さんに私本当話したいよって話ね、他にもすごいたくさんあるんだけど、マジでぶっ飛んでる話ってここでできないよねっていう、そうなんだよね、話したいこといっぱいあるんだけど、そうそっか。リチャさんさん、でまずはじゃああれですよね、語学学校か。私そう思ったの、あのね、これから留学、特にまあ LA とかカリフォルニアに語学学校からの留学と、まあ普通の大学とかの留学でもいいんだけど来る人いたら、あの英語
すぐ習得したい、英語早く頑張りたいって人とかは、そのまず語学学校だとアメリカ人の友達ってできにづらい、いないじゃない、アメリカ人は学校に。けどあの日本人とつるむのでなくって、じゃあどうしたらいいの、私じゃあ一人ぼっちじゃんと思うかもしれないけど、あのね、日本人とつるむぐらいだったら他の国から来てる留学生と友達になってほしい。それ最初はすごくいいです。英語の勉強にものすごくなります。っていうのが、その子たちも他の留学生もまだ英語が完璧じゃないから、みんなも例えばゆっくりしか喋れないし、で、まあ、自分と同じ身分だし、例えば相手の英語も完璧じゃないからさ、ほらこっちも英語完璧じゃないけど、そんな恥ずかしくなくない、話すの。なんかちょっと勇気持ってさ話せるじゃん。でお互い、そうそうそう、話す勉強になるし、で向こうも簡単な英語しかわかんないから、こっちもねうまく伝えようってすごく努力するし、だから私はあのリチャさんこっち来たら、あの日本人とつるむんじゃなくて他の国から来てる海外の留学生と友達になってほしい、うん、っていうね。これめっちゃこんな熱く言ってるけどアメリカ聞きたい聞きたい、あれよね、私の本当にやばい話の数々でしょ、本当に言いたいっていうかマジでぶっ飛んでるから、あの私ここで話してる話でもみんな十分ぶっ飛んでるって思って、こうあずちゃんやばいと思ってると思うけど、本当に面白い話はね言えないんだよね、ここで。あ、もう話したいそうね、これはあれだよね、なんかそれこそあれだね、なんか裏、ファンミでなんかオフレコの時間とか作って言えるかな、わかんない、どうなるだろう。アメリカは全てはお金で見られるようなとかありますね。お金で見るというよりかは、なんて言ったらいいのかな、実際生きててお金がないとどうにもならないこととかが多すぎる、っていうかお金でしか解決できないトラブルが、例えばさっきも車関係すごいやばいんだよって言ってたけど、散々ね。そうなんだよね。車とかも中古車とかがまずアメリカってすごい高いの。日本みたいに、じゃあ型落ちしたから安くなるみたいなのがないんだよね。そして人々は20万キロぐらいまで車を全然乗っちゃうからね。うん。10万キロ超えてても普通にね、日本ではありえない値段とかでしか買えなかったり。そりゃ異国で日本で頑張って、あ、異国で一人で頑張っていれば言えないことが山ほどありますね。日本にいた時の話も含めてです日本にいた時から私はあのちょっとやべえやつでした日本からのエピソードで、あ、言えない話が多すぎる、うん、聞けないの残念。聞きたい、そうだよね、言えないんだよとか言うと、そうだよね、そうなっちゃうね、聞きたくなっちゃうね。でももちろんこっち来てからも、うん、そうね、言えない話いっぱいある。でこっちの話とかはまだ、あ、でもそうね、私はまあオフレコだったらこうやってなんか映像とかに、うん、残んなかったらね、いつか言えるかもっていうなんかでもその中でも言えるネタちょっと探してあったら話し合っていけますね、これからね、うん、ってことは想像をはるかに超えてからですね日本のドラマとかを見なくなった理由っていうのが、そもそも20代途中ぐらいから自分の人生の方が面白いこと起きてるなって思って気づいた瞬間にドラマとかがあの面白く感じなくなった。そう、作り物だからっていうよりか自分の人生に起きてることの方が漫画っぽすぎて、なんかね、うん、あずちゃんの話聞こないすぎてありがとうございます。こんなに私の話、ちょっと今日はあの特に恋バナのあれがなかったんで、そんなに興奮しなかったですけど顔にねチョコついたりしなかったけど、ちょっとまたなんかネタ掘り出しますよ、うん、てかね、私ね、いろんな変なネタありすぎて、だから自分だと分かんないんだよね。なんかこう聞いてもらってそっからなんか生まれたりすることの方が多いよね、とか話してて思い出したりしてね、うん、私の友達が全く同じこと言ってました、私の人生の方が面白いって。漫画より相当本です、そうなんだよね、なんか漫画みたいなんですね、うん、でもね、そのね、ここ数年そのアメリカでのデートを諦めた理由、あー、もうあと2分になっちゃった、
ちょっと明日は恋バナ。そう、ちょっと今ね、ちょっと恋の話今仕掛けたよね。ちょっとこれちょっと書き留めとくわ。明日話すよこれ。私がなんでもうアメリカ人はちょっといいやって、なんで3週回って日本人になったかの理由っていうか、チョコつけまくっていいですか？うん、チョコつけなんかチョコつけるようなね、話かね、しようかな、じゃあ今日でもそうよね、私がだからさ、あんまり変なこと言わなかったから、貴族の方々も今日静かでしたよね。うん、そうだった、離婚もそうなんですよ、私ね離婚してるからね。うん、しかもちょっとこの最後に一応言うけど、今日は終わりたいと思いますそしてこの伏線の回収がされることはきっとないと思います、ここではあっていうね、貴族寝不足決定じゃあ今日もありがとうございました。明日も10時から、いや明日はこういうものになるかな、おやすみまた最後にね変なこと言ってあ、おかしい、今日すごい化粧落ちてるかも。今日こんな感じで、今日も一日頑張ろう。